ごきげんよう劇団小林ライトの店です、えー、金曜日の単独動画なんですけどまあなんというタイトルにすりゃあいいんだろう今日は、えー、ロロマークラシックのバイブルサイズについて忖度なし雑談ということでやっていきたいと思います。はい、まあなんか一つのテーマについてひたすら喋っていくとか掘り下げていくっていうよりも こうロロマを買って使ってみて、えー、カバンで毎日持ち歩いてみて、えー、気づいたことだったり今思っていることっていうのをつらつら喋っていきますロロマ購入検討してる人だったりえっ、ー、といまいちちょっと使い方固まってこんのようなみたいな人のためにその人たちが参考になれば嬉しいですただ僕が、えー、完璧に使いこなせてるってわけじゃないからね本当はブルーが欲しかったんですけど 黒を買っっっててもう何ヶ月経ったんやろって感じであありますねあのマイナポイントのあぶく銭で買ったんですけどわかるかなここなんかこうね綺麗好きは発狂しそうなへこみがありますねうんごめんって感じそうこれは多分ですけどあの無印のバックインバッグの,のメッシュの部分がね当たってこうなっちゃったんですね 僕は逆にこれがね、あの僕の使い方で僕のカバンだからこそできた傷なんでむしろ愛おしいんですけど、まあ、ちょっと気になるねザラザラしちゃってます今日はまあもう本当に雑談ですからうん着々とやっていこうと思うんですけど一つ目、えー、ロロマーなんですけど、まあ、結局まずはノートだよねっていうことですねはいシステム手帳なんで、えー、やっぱこうリング形がでかいしプロッター出身からすると まあ、バインドたくさんしていってもうなんか自分の仕事やプライベートのことが全部入ってる情報手帳情報タンクにしてやろうって思ってたんですけどうんいくらリンケーがでかくても結局システム手帳っていうのはもうまずはノートノートとして活用してまあまあメモ帳でもいいんだけどとにかく、えー、と書き込んでいって書き込んでいってそれをどう仕分けるかとかそれをどういった形でまとめていくかって使うことがまあまず基本 ななのかなとは思ってます、まあ、もちろんこれもさあの僕はシステム手帳を始めてまだ8ヶ月ぐらいしか経ってないからそういう風に思ってるかもしれないけれど、うん、やっぱそうだなそういう意味では僕システム手帳をこうしばらく使い始めて思ったけどやっぱまずは書き込んでノートのように書いていくことなんだろうなと思ってますだから一番使うのはこのメモゾーンですねこんな感じでえっ、ー、とバイブルのさ メモリフィルをたくさん入れてるページで、四股玉書いていくみたいな。うん。っていう感じが多いです。うんで、えー、これで使っていって、結局これを別のジャンルのところにいろいろ分類していくっていう作業は行われるんだけど、うん。結構ほったらかしになってる部分はあるよね。やっぱこっちの方が見やすいんだよな。こう。やっぱバレットジャーナル出身だからってのもあるかもしんないけど、やっぱ、物がさ、あ出てきて、えなん、なんて言えばいいのかな。こう。 これ書いて次のページにはコントのこと書いてまた YouTube のこと戻ってみたいなこの時系列を見るのも結構僕楽しいなとか思っちゃってるんでこのままにしてますでえー、っとね、まあ、ここにえー、っとここ付箋入れてるのとあとこれ今のみんからもらったこれねペンギンにここ付箋が入ってるやつこれめちゃめちゃ可愛くないですかねっ ほんと、押さえてきてるよね。今ルミンは僕の好きなものそう。だからこれを使って、えー、こんな感じで貼ってます。わかるかなこれ。これね、このまま引っ張ると、その、すぐ開けたいページにアクセスできるようにしてる。だから、その、開けたいページの反対側の方につけてんだね。こうするとかなり開きやすい。これ快適なんで、えー、仕分けるまでもない時とか、うん、後で仕分けようと思ってるものとかが、 結構この付箋の使い方、これは結構固まってきたね。こっちに貼ってこう目印にするっていうだけじゃなくて、こうすると開けやすいっていうところまで来るんで、反対側につけるのはめっちゃいいような気がします。うんまあ、とにかくこうロロマンの使い方としては？うん、この001を使ってやっぱ描いていくっていうのはやっぱ基本ですね。うん、それをやった上で。 えと別のこと、まあ、ここら辺のメモの部分とか、えー、もうあるんだけど結局ねなんかアイデアストック帳みたいになってきてはいる、うん、僕はやっぱその必要な情報をこうつけておいてああつけておいて、えー、必要な情報をここに入れておいてその何て言いのかな検索してどうのこうのっていうことはあんまりバイブルでは僕は向いてないんだなと思ったバイブルはとにかく書いていく、うん、だから結局ノートだよねっていうところから え始める方がいいような気はしましたって感じ次 B5 ノートリフィリについてですねはいこんな感じで B5 のノートをえっ、ー、とよくねえっ、ー、とバイブルのぴったりの大きさにしてまあだからここにあるんだけどこれがあるから、えー、B5 のノートを広げて書いてたのね この B ゴのノートを使って、これをちぎって、こんな感じで閉じていくっていうのが、まあ僕の中ですごいしっくりきて、うん、これもまとめ買いしてたんですよ。そしたら、もうこれ、一回一回ちぎって穴開けてっていうことが、まあ、なんだろうな、この時間がもったいないからってことで、こういうふうにもう先にさ、作っておいて、書いて、え、適時それっぽいところに閉じていく。 っていう使い方にしたらいいんじゃないかと思って、この B5 の紙をもう先に穴開けたやつをもうリフィルとして準備してました、うん。ただこれに関しては見直すべきところがちょっとあるなと思って、ロロマはえっ、ー、とプロッターと違ってこう広いものを描くときにここら辺はもう事実上終わってるんですよね書き心地がもう書けないに等しいんですよ。だから、えー、使うとしたらもう外して机に広げないといけないんですよね。 ってことは、うん、必要な面積はもう B 5の面積絶対いるんですよ。うん、ってなるとですよそのこれ一冊で歩きたい完結させたいってなるんだけどそれがこのバイブルサイズのメモじゃなくてこいつにしないといけないんだったら外したりとかいろいろ大変でしょってなるとそこまでの広さや、うん、広さを持ってして書きたいってなったらこれ持ち歩いたんと変わらなくねってなったんですね。うん で、実際のところ、まあ何週間かここにつけてたんだけど、一度も使えませんでした。で、カバンの中にこれが入ってる時はこれに書いて、やっぱ閉じちゃってました。なので、うん、これはしばらく、まあちょっともったいないけど、こういうのってさ、やっぱ迷ってる時間がもったいないから、結局お役ごめんかなーって感じです。はい。うん。これ書かなかった。ね。こういうことってありますよね。なんか、発明とかでも。それなんか発明するための発明じゃねみたいな。そう。 意味ないと思ったら、えー、と撤退する、ね、これからは大きいもの書きたい時には B5 を取り出してこのバイブルサイズでいい時にだけバイブルサイズを開いてそのまま書き込むっていう形にしようっていう感じですねはいそうだからここがまた空いたから購入否者募集って感じではあるけどねうんでも結構やっぱメモを書いてそれを後で分類して後で見返せるようにしとくっていうのは割と使えますね で、僕もやっぱ移動中にアイディアとかさ、えー、見返したりとか、そういうことが結構必要なジャンルのね、仕事をやってるっていう自覚があるんで、うん。これ意外と持ち歩いてると、あの、整えますね。はい。こんな感じ。三つ目は、向きです。バイブルサイズ、やっぱさ、このフォルムだから、当然、縦長に使いたいですよね。 縦に、縦向きに使いたいじゃないですか。まあ、縦向きに使うように作られてはいると思うんですよ。うん。けどさっきなんとなくメモゾーン見せたと思うんですけど、基本的に横に書いてます。横向きで書いてますね。うん。あ、あごめんなさい。横向きで書いてます。まあ、もともと、まあ、いろんなノート術の動画でも僕、横向きに書いてるのを、まあ、何回も見せてきたと思うんですよ。うん。だけど、あれね、まあな、なんて言えばいいのかな。横向きで、 なんで書くのって言ったら、ま、あ横向きが僕がいいと思ってるからとしか言いようがないんですけど、うん。そのね <laughs>、これはね、あのー、やっぱ使い分けだなと思いました。バイブルサイズ、やっぱ横幅が狭いんですよ。英語出身からすると。だから、うん、なんかこう書いてて、狭いな狭いなーって、なんか稲川淳二のさ、怖くない版みたいな感じでう、思ってたんですよ。あ、車、しね。 狭いなこれなんか狭いなみたいなで結局うんかといって横にするって言ってもなんかそのバイブルを全部活かしてきれてない気がしてうんで自分の中で結論が出たんですけどこういうメモとかアイデアを広げるんじゃなくてもう決まったものを書いていくもの、うん、これに関しては縦向き例えばこれこれとかウィッシュリストでしょあと <laughs> ドラえもんとかいやドラえもんはどうでもいいんだけど こうまあ、メモとかね思ったことをささっと書くささっと書くときは開けて書きやすいだってすぐね向いてる向き通りに縦に書いた方がいいような気はするでだけどこれとかのアイディア出しとかさコントのプロットのこうアイディアがまず一つかけてあとはどんどん広げていくんだよみたいなこういうのはやっぱ横向きがいいなとで うーんやっぱプロッターに比べちゃ、ちょっとこうさ、デカさはあるんだけど、割と横向きでさ、こんな感じで書いていくっていうのも全然ありだったりはする。うん。必ずしも縦が一番書きやすいとは限らないね。どっちにしろこっちはやっぱ書きづらいし。ってなると、結構横もありなんだよね。うん。で、えっ、ー、と、この B5 を使ってるときはまあ、文句なく横なんだから、 うん、これではいいと思いますあ。もちろん B 語で、ね、縦に書くのもありだとは思うけどまあ結局つけてたらどうせ書けないから基本的にこう雑談っていう感じだから、まあ、3つ喋りたいことを喋ったって感じですけど、まあ、全体的なセットアップとしては今ねちょ一応書くのをつけてますね書くのこれはいつもまあ何回か喋ったかもしれませんけどこの大宮盆栽これ今るみんからもらったこの緑色の。 緑色がいいんだわそう結構ね何だろう絶妙に黒で使えるギリギリの色なんだよねそうだからちょっとなんか違った感じのページになる感じがしてこの緑色気になってるというか気に入ってるあクロマティってかぎそうロロマクラシックみたいなうんこれ結構黒っぽいんだけど えっと、思ってた3倍使うのはこれですね。この携帯穴開けパンチ。うん。それこそね、なんかいろんな紙とか挟む時とかに、外でやっぱ挟みたいなと思ったら、結構これ簡単に使えるんですよ。もう気がついたらあるみたいな、気がついたらあるっていうか、そう。あの、英語にこれつけてる時は全然使わなかったんですよね。お家帰って閉じれば AY とか、そんなに閉じる必要あるとかなるんですけど、B5 サイズとかを無理やり閉じる時とか、やっぱね、 そう、閉じたくなるんだよね。これ不思議ですね。英語の時はいらねえなと思ったんだけど、B 語になったらいるんですよ。用と一緒なのに。こういうことってありますから。そう、僕ロロマ使うんだったら、しかもこのでっかいリング系、使うんだったら、も、ま、う、あ、外でね、これでバンバン閉じれるようにしておいた方がいいのかなって思いました。うん。って感じですね。そう。でもだん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 ね、こう埋まってきたら、 楽しいもんですよ。あ、このマンスリー全然使い道決めてません。はい。って感じかな？まあ、ロロマもさ。これもなんかこう。完成形とかはやっぱだんだん埋まってからじゃないと全然話にならないと思うんで、これからどんどんと埋めていきながらうん。また進捗報告したいなと思います。はい、なんか少しでもね。僕もうめっちゃ気に入ってるんで、なんかみんながロロマとか買うときに僕ら僕の言葉とか。 ね、あ店もなんかこない言ったなとかああ店が言っうとことこういう意味かとかそういうことがねみんなにつながっていけばこれほど幸せなことはないなって感じですはいまあでも結果としてめっちゃ好きですようん今日も仕事中隙間時間とかずっとこれ開けてニヤニヤしてましたうんおすすめですいやー今日は緩かったな <laughs> いかがでしたでしょうか えねまあ、この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価して私たちを応援していただけたらと思います「ハッシュタイマるみん」で視聴者の方が交流しておりますそちらの方も多分楽しんでいただけると確信しておりますのでぜひ活用してくださいっとツイッターと,とかインスタグラムもやってますあと「激コバサブスク」という、えー、サブスクリプションの、まあ、メンバーシップ制度を活用したものなんですけど僕の劇団の過去の作品を、えー、が見放題ですとか あと、こういう風な動画の,あのメインのさ、水曜日と日曜日の動画、これのノーカット版ですとか、えー、公開、ま、される前のものも、工藤さんがアップしたやつ、うん、もう、えー、と公開されるのを待ってる動画は事前に、えー、見ることができます。ここら辺もめっちゃいいと思います。楽しいと思うんで、えー、もしね、もっと応援できるよとか、そういう方がいらっしゃいましたら、えー、ご検討いただけたらと思います。とにかく、 私たちを応援してくださいさあ明日からも大津マジックショー頑張りたいと思います皆さんも是非お体に気をつけてお過ごしくださいそれではまた会いましょうバイバイ